UX レジェンドインストールしてます。結構でかいね。ハードディスクの容量を見たところ半分を越したので、先にマシン解消しようかな。こいつをこれからバージョンアップしていきます。改造は1番メモリの増設で、2番1テラに取り替えますということで、ドライバー用意します。メモリなんですけど、これ DDR4 っていうメモリなんですが、パソコンによって種類があるので、マザーボードの仕様を見て取り付けましょう。最近 DDR5 っていうのが出てます。今主流なのは DDR4 なんで、調べてね、どちらかを付けることにします。そしてハードディスクなんですが、こんなにたくさんあるんですが、これは除外。 M.2 が970EVO+ の Q970EVO+、 そして最近の970EVO+ プラス980、非常に安かったんで買いました。そしてクルーシャル P5 ってやつですね。ということで、これだけ用意しましたけど、これにします。新しいタイプの970EVO、先ほどのとこからデスクトップをこちらの方に移動します。 HP のパソコンです。 Core i7 の第10世代が入ってます。メモリ 16GB、 ハードディスク 2TB、 M.2500GB、 これを今から改造したいと思います。外観、周りぐるっとしますね。横、後ろ、これオーディオ関係、スピーカー出したりヘッドホン聞いたり、入出力、この部分が RTX の2060スーパー、2つにまたがってますが1枚です。 HDMI でディスプレイケーブル、デジタル出力、電源、 USB の全部 2.0 ですね。 LAN、 これ Bluetooth も Wi-Fi でも接続ができます。小柄なんだけど優秀な要素が詰まってますよね。フロントは電源で、ヘッドホンジャック、USB、これは 3.0 です。こちらに SD カードが入るようになってます。こちらは Type-C、結構優れもんですよね。こいつをこれから分解していきます。この辺みんな溶接ですね。こちらとこちら、大きさがちょっと違うんですよね。マイナスドライバー、2種類使います。外します。細いやつ、使います。取れます。取れてねえじゃん。なんか取れてるみたいなんだけど取れない。まあいいっしょ、次行っちゃおう。寝かせてケーブルは取れるんじゃないかな。お、簡単に取れました。無事終了ということで、今日は応援したいと思わない。なんかすごいね、ホコリ、これ見て、これこれね、拭いちゃうともう中までホコリまみれになるんで、除菌、ちょっと上のホコリだけささっと取っちゃいたいと思います。すごいでしょ、ホコリ。はい、ここのとこね、すごいですね。まずここを取り除きます。なるべく中に入れないように外に、ラストスパート、うわーすごい、ケチってるね、ケチってます。はい、こういう感じで、これ見てください、これ、こんなに汚れてますよ。そしてここも綺麗になりました。パンのところも汚れてますね。1年でこんな感じになっちゃってます。ここもすごいんですが、ホコリが、ファンも。これも後で掃除します。今、これで拭いちゃうと、バーってこの辺全部ホコリになっちゃうんでね。後で拭きます。では、これから外していきます。まず、これを外さなきゃ中は見えないもんな。こいつですね。ね。この中にあるんで、SSD が。俺のやってることは謎だな。普通先にコピーするよね。取れるんじゃない？ここなんか挟まってんな。こうだ。これで中が見え、あ、でもこいつ今度邪魔だな。メモリもこれじゃ変えられづらいよね。こいつ外しましょう。これちょっと外し方わかんないな。これ外すのかな。全面外れました。これは横かな。すっげえ埃。タオルの出番。ここすごいっすね。ハードディスク。こういうね、磁気があるところはね、埃がついちゃうんですね。東芝のディスクがついてましたね。GForce のところもちょっと。こういう感じで。開けました。ケーブルが1本ついてますね。ライトですね。しちゃいましょう。はい、外しました。位置ね。まあ位置も大丈夫でしょう。外しました。これですね。これ外してみましょう。じゃあ、これかな。外しました。ネジの長さが違うんで、つけるとき注意したいですね。どこがどこか記憶にございません。これで外れるのかな？
外れました。あとでハードディスクもう1台増設できるためについてるんでしょう。これが全容です。ここで初めてもう作業ができるようになりました。 CPU、ファン、メモリどれももう外せる状態です。これが SSD、 1個しか付けるとこないので先にこいつのコピーをしちゃいます。500から1テラに入れ替える作業を始めます。取り付けるのはこいつ、970EVO+、 新しいやつね。こいつを取り付けます。開封します。横ですね。これ今まで未開封で半年ほど置いてたのかな。不良品じゃないといいけど、もう交換できないよね。よいしょ、こんな感じで何にも入ってないですね。これだけ、説明書も何もなし。マジかいな。秘密兵器出します。こいつね、片方が USB、 こいつに挿します。本当はね、こういうのを扱うときは手袋してくださいね。僕したことないけど、静電気が多い人は絶対に入りました。ここにネジつけるんですけど、めんどくさいからつけない。僕武将なんで、こういうのつけないです。入れる前に電源。はい、ではこいつの電源を入れたいと思います。よっ、電源入れます。来ました。これでこいつを挿します。来ました。ここであらかじめ仕込んでいたミニツールシャドウメーカー。これを仕込んでたんで、クリックします。デバイスに変更を加えることを許可します。はい。出ました。ミニツールシャドウメーカー。ここにツールっていうのがあるんで、クリックします。この中にクローンディスクっていうのがあるんで、クリックします。ソースディスク。クリックします。ソースディスク 476GB。こちらですね。システムが入ってる方。これで OK。フィニッシュ。そしてターゲットディスク、先ほど入れた USB のディスクです。クリックします。こちら、これ SSD 970EVO+ って書いてありますね。こちらターゲットディスク、これでフィニッシュ。ここ絶対間違えないでくださいね。最後にもう一度確認します。1番がディスク 500GB、 これはもともと入っているシステムディスクです。こちら3番、これは2番に普通のハードディスクが入っているんで3番になりますね。 970EVO+ って書いてありますね。で OK をします。イエス、タガスクリニック、これで始まります。これ進行状況の表ですね。ソースディスク500から1テラのディスクにクローンを作成しています。これでしばらく待ちます。しばらく待つまで何にもいじくらない、電源も消さない。時間がどんどん経過してます。今6分36秒、7�秒、8秒。こちらの説明なんですが、右側が残り時間です。左側が経過時間。95% まで来ました。もうじき終わりです。97%。3、2、1。そんな早くねえか。おー、0! フィニッシュ。でも 98%。ちょっとずれてるね。俺みたい。全部で、なんかまた声が聞こえたんだけどな。はい、終わりました。これでイエスをクリックすれば終わりです。イエス!シャットダウン。これで USB についてるやつと入れ替えて再度立ち上げます。 USB 外します。こいつ外していきます。これで来た、浮きましたね、立ちましたね。若い頃20代30代40代50代60代、終わってます。はい、外れました。お疲れ様でした。500GB。静電気が発生するんで、なるべく布の上とか、そういうとこに置きましょう。そしてこいつ、抜きます。入れます。よっ、お、一発!この一発で決まるか?決まりました!多分決まってます!バッチリ決まりました。これで立ち上げます。ディスクの管理、開きます。開いたら、ディスク0。これが先ほどコピーしたディスクです。こちらはもともと付いてたハードディスク。正常にコピーできてます。OK ということになります。これが先ほど使ったミニツール、シャドウメーカーフリーってやつですね。備考欄の方にアドレス載せておきます。次に設定開きます。システムのバージョン情報。実装 16GB。16GB しか入ってないってことですね。あとはメモリを取り替えれば終わりです。メモリのタイプは HP のサイトにメモリのタイプが書いてありますので、それを参考にして取り替えます。こちら HP のページから、メモリスロット 1 8GB 3200MHz って書いてあるんで、3200のメモリを
取り替えればいいということになります。今用意してますけど、こちらの方に2666、こちら側が DDR4-3200 って書いてます。なのでこちらを使います。クルーシャルのメモリーですね。これは16が2枚なので32になります。ではこれから取り付けを始めます。まずこいつを外すときは両方下に押します。他方ずつでもいいか。よっと行きました。こっちもよっと行きました。こっち側、こっち側が力がいるんだな。なんで、おう、来た。よっ、はい、来ました。1枚抜きます。もう1枚抜きます。こういう形で8GB3200ってここに書いてあります。そしてこちらに今入れ替えます。これはね、長さが違うので、この長さと同じようなところにこうは入らないんで、こうね、この穴に溝に沿いながら入れます。押します。パチッと言うまで。こちらパチッと言いました。これで入りました。もう一枚、こちらも。最初ちょっと怖いかもしれないですけど、入れるだけですから。これで終わりです。もう一回立ち上げます。メモリが増設されているかどうか検証します。来ました。チェックしてみます。バージョン情報、実装ラム 32GB 変わってます。あとは元に戻します。それでは終わったんでね、ここのホコリとここのホコリ掃除したいと思います。こいつ、こいつで拭いちゃいます。こっちも、うわ、すげえホコリ。そしてグラボのファン、こいつもすごいな。うわ、ホコリすごいっすね。これ取れないですね。こびりついてるっていうの、やばいんで、一回ほんと外した方がいいんですけどね。丁寧に拭いていきましょう。グラボのファンすごいな。丁寧に拭いて、だいぶ取れましたね。とりあえずやんなきゃダメだね。ここはね、光るとこなんで、基板のとこはなるべく触らないように。こんな感じでしょう。CPU ファンも汚れてますけど。2、3年経ったら、これ一回 CPU も全部外して、中まで掃除しますけど、まだ1年しか経ってないんで、そんなに掃除することはないと思うので、うちに下もね、うわ、すんげえ、綺麗になりました。さっき言い忘れたんですよ。これね、これが Wi-Fi と Bluetooth の、まあ、これは Wi-Fi6 だと思うんですが、もし5だったら6に交換します。これ、交換するのも簡単なんで、あと CPU ももしあったら交換してもいいんだけど、このスペースだと足んないので、無理ですね。こちら、一つだけスロットが空いてるんですが、こちらに一つだけ何か付けられます。これでおしまいにします。これで全部映るようになりました。メモリも増えました。ディスク容量も増えました。完成ちゃん。この辺は穴なんで、なるべく中入るように周りを先に拭いたら中も完成しました。